ロープレだと思ってて、人生が。わかる。わかります。わかる。なんか一つの扉を開けようとする時は、いろんな人に話聞かないとなんか開かない。アイテム取れなかったりするじゃないですか。そうです。だからなんかこう日々の生活がロープレだと思って、困った時は人に話聞くし、疲れたら休むし、で経験値積んで敵と戦って次のレベル行くみたいなのが。なんか叶え方の気がしますけどね。すごいですね。面白いですね。楽しい人生ですね。いや、楽しいです。周りに惑わされずに、諦めずに頑張り続けた方がいいなっていう。いや、本当に尽きないんですけど。さっきの話聞いてたら、むちゃむちゃ説得力ありますよね。そうですね。だって、むちゃくちゃ心折れてもいい時期が長かったわけじゃないですか。はい。言ってもそうですね。もう周りの人にこう否定されても、今の環境が厳しくても、やり続けてると多分結果が出ると思いますし、あとはそのこう頑張ってる日々が多分僕は今楽しいので、楽しみながらこうとにかくやりたいことをやり続けるっていうことが一番大事なのかなって思います。苦しいをちょっと楽しいという、なんかね、面持ちでこうずっと言っていくと、意外と本当になんかね、苦しくはないですよね。そうですね。意外となんかもう抜けたっていうか、なんで諦めずに頑張ることが一番かなと。ですね。大変なこと多いですけど、なるというふうに思った以上はもうやるしかない。エクスキューズしないというか、自分にもう思いついたものはやっていくしかないので、失敗するかもしれないですけど、人生ってやっぱこう点じゃなくて線なので、まだうまくそれが、ね、逆になったりすると思うんで、もうトライするのみかなと。そう、トライアンドエラーの中からね、全然こう見つかることがいっぱいあるのに、みんなエラー怖がっちゃってトライしなくなるんですよ。やっぱ人、いや、はいじゃないですよ。私ですよね。そうですね。ぜひですね、今自分がやりたいこととか、そういったものをこのとどめるんじゃなくて、まずは発信してみることが大事だなってすごい思ってて、発信してでまたそれが失敗するかもしれないんですけど、失敗したらもうトライアンドエラーで修正してまた発信する。学習ですからね。そうそう。もう YouTuber、僕ら YouTuber って発信したらなんでダメだったんだろうって分析して次に行くんですね。それの繰り返しをしていかないと自分のやりたいことってできないんじゃないかなと思いますので、自分のやりたいことを信じて、ぜひ止まらずに発信し続けるっていうことをぜひやってほしいです。